200号にある超高層ビルかつてパンナムビルと呼ばれていたパンナムビル時代、パンナムビルは、パンアメリカン航空の本社ビルとして1963年3月7日にオープンした。その当時としては、世界一高い商業オフィスビルであった。マンハッタンのスカイラインの重要な一角であり、アメリカ50大ビルの一つである。設計は、バウハウスの校長であり、 モダニズム建築の巨匠とされるバルター・グロピウスとピエトロベルスキラの共同設計である。パンナムが長年にわたってこのビルを所有しており、ビルの南北の面にパン AM のロゴタイプが、東西の面にはパンナムの商標である地球儀のロゴマークが描かれており、このビルは世界の航空業界をリードしていたパンナムの繁栄の象徴だった。しかし、 1970年代後半になると、パンナムの経営は悪化し始め、パンナムはビルを売却せざるを得なくなり、1981年、生命保険会社のメトロポリタンライフインシュアランスにビルを売却。1991年に、パンナムが事業を停止した時、メットライフは南北にあった、パンナムのロゴを自社のロゴに置き換え、ビル名もメットライフビルに改名した。 2005年、メットライフはビルを17億2000万ドルで売却。アメリカ合衆国のオフィスビルとしては最高金額を記録した。購買者は、ティッシュマン・スペイヤー・プロパティーズの合弁会社と、ニューヨーク市従業員退職年金基金、ニューヨーク市教員退職年金基金であった。このビルは、ジョニ F ・ケネディ国際空港へのヘリコプターサービスでも知られ、 屋上のヘリ発着場から7分で空港まで行くことができた。このサービスは1965年12月21日から1968年2月18日と1977年の数ヶ月の間のみ行われた。しかし、死者5人を出した事故が発生し、このサービスは終了した。1977年5月16日、故障した。 硬着装置が原因で、まだローターの回転していたヘリコプター S-61 が転覆し、ヘリを待っていた、客4人が死亡。死者の中には、エクスプロイテーション映画制作者のマイケル・フィンドレーが、含まれていた。さらに、ビルの周辺に飛んでいったローターの破片により、マディソン街と43番通りの角にいた歩行者1人が、死亡した。この他に2人が重傷を負った。 このビルの歴史でもう一つの有名な出来事は、1975年2月3日に起きたエリエム・ブラックの自殺である。ユナイテッド・フルーツの CEO であった、彼は、カバンで窓を壊し、44階から飛び降りて、パーク・アベニューに落下し死亡した。この出来事は1994年の映画、未来は、今で登場する類似した自殺シーンの元になった。 日本においては、パンナムビル時代の1977年から1984年にかけて、クイズ番組である、アメリカ王ダンウルトラクイズの決勝戦が、本ビルの屋上で行われたことで特に知られている。このビルは、グランドセントラル駅の駅舎のすぐ北側にあり、ビルの直下には2層構造の巨大な駅施設がある。このビルの最も有名な、居住者は、 ビルに巣を構え鳩を餌としていたロイスとクラークという愛称を持った2匹のハヤブサでスーパーマンの2人のメインキャラクターの名前から付けられた。エンパイアステートビルディングから見えるメットライフビルメトロポリタンライフインシュアランスの本部の他にメットライフビルにはドレーファスコーポレーションの本部グリーンバーグトラウリックの最大の事務所。 バークレー銀行のニューヨーク事務所、CB リチャードエリス、ギブソン、フントンウィリアムズ、ウィンストンストロンなど、多くの大手企業が入居している。ありがとうございます。